お家だ。お家にいるぜ。いや、まあ、常にお家にはいるんだけど、やっぱり瓦落ちて飲まれる、部屋汚い飲まれる、見ないでということで、中川千尋です。タイキック特典会まだですか？はい、よろしくお願いします。今日も可愛いですね。え、やばい、めっちゃ久しぶりのショールーム配信になってしまった。理由はまあ追って説明していこうということで、え、はっくりでそう。はい、うん、やっていきたいと思います。仮面さんが祭り、ありがとうございます。祭りだ。ドラヘビさんもありがとうございます。こんばんは、こんばんは。はい、アップアップガールズ国日の高校3年生17歳のちいここと中川千尋です。よろしくお願いします。高校、あ、みやちちゃんが祭りだ、ありがとうございます。夏だから、まだ夏だからねということで、どんどん油断していこうと思います。自己紹介よくできました、ありがとうございます。なんかね、なんで今日配信しようかなって思ったのかというと、なんか最近アップが2期を知ってくださった方結構いらっしゃるみたいで、まあ夏だからねということで、なのに私はね、もう全くもってね配信をしていないチャイルドなので、財閥の令嬢ですよね。あ、そうですね、それは嘘です、よろしくお願いします。そうなんですよ、なんかリリースイベントが昨日までやってて、あー、ありがとうございます。はじめまして初見です、ありがとうございます。なんかすごいリリースイベントを昨日までやってたんですけど、あ、ハローさんの祭りだ、え、ありがとうございます。最高の T シャツちゃん、え、めっちゃわかる、アピールしてきたってことでやっていきたいんだけど、あ、そう、リリースイベントってなんか結構ビロニー新規です、ありがとうございます。ちいこちゃんチャイルドでいいの数日ですね。そうなんです、エイミーちゃんが祭りだ、いや、ありがとうございます。なんかリリースイベントで結構アップガン2期の沼にはまりましたみたいな、沼から抜け出せないわみたいな方が結構いらっしゃるみたいなので、さすがにね、あのね、自己紹介しないとねと思ったので自己紹介させていただきたいと思います。あの、見ての通り、まあ、ちょっと今部屋がねちょっと汚いっていうのはあるんですけど、これは自宅ですね。あの、静岡県に沼にはまって数年え、食料足りてる、大丈夫ということでやっていきたいと思います。なんかその特典会の時になんかね、インスタ見ました、ゆみみと仲良くしてあげてくださいありがとうございます。スターワーズティースで、え、そうなんですよ、沼にはまっています、え、ありがとうございます。沼にね、もう数年間はまってる方もね、みんな食料大丈夫って感じなんですけど、そうですね、沼にはまった方がなんかいるみたいなので助けていこうと思います底なしですね。あ、そう、底なし沼なんで、もうどんどんもう出れなくなりますわよっていう感じでやっていきたいと思います。そうで、そのリリーベの時に特典会とかに沼にはまって初めてリリーベ全通話しました助けてくれる中華ちゃん優しいですね。あ、そう、私優しいんですよ、すごく。あ、しんいちちゃん好き、しんいちちゃん好き、しんいちちゃんのこと大好き、ハート、ありがとうございます。中華ちゃんが食料盛り込んでくれてるから OK です、ありがとうございます。助けちゃっていいんですか、まあ、じゃあ頑張りたいと、もっと沈められるのかと思いましたね、そうだね、リリーベの特典会の時とかになんか、そう、なんかね、まだちょっとキャラがつかめないですみたいな、ちょっとまだすみません、あんま詳しくないですみたいな風に言われたりとかして、確かに私なんか全然SNS、 ソーシャルメディアに全然出ていなかったわなっていう気持ちになったので、ちょっとあの、今静岡の森林に住んでるんですけどそう、静岡在住なんだけどね、ここ静岡だから全然静岡感ないんだけど静岡に住んでるから、ちょっと今ちょっと森から抜け出してきて配信しようかなっていう結論に至りましたすいません、森林でね、ちこちゃんインスタが完璧ですわ。あ、まあ、し、あの、そう、インスタグラムフォローしてもらえればいいんですけど、私ね、インスタで毎日動かしてるので、まあ、インスタ見てほしいかなって感じです。生ハムの原木ですね。そうなんですよね、森から抜け出せるそうなの、すっごいでっかい
お庭に住んでて、もう庭に住んでるわけではないんだけど庭に住んでて、常に静岡から遠征してます。遠征してる？アブガニキで芯が一番しっかりしてると評判のチークちゃん、やだやめてって感じですね。カブトムシ捕まえるんですか？もうカブトムシ捕まえに行く暇がないんですよね、今年。捕まえに行きたいね。あ、YouTube もなんか見てもらえたらなと思う。なんかニキちゃんっていう YouTube、もうみんな見てくれてるよね、きっとって感じなんだけど。そこにね、私は結構、なんていうの、ソロ動画じゃないけど、なんでその動画あげるっていう動画結構上げてるので、見てほしいかなって思います。なんて偉いんだ。え、伝わっちゃう、やっぱり。ってことでやりたいと思いますと、担当カラー、メンバー好きな色はピンクで、スターウォーズが結構好きですね。スターウォーズがピンクがすごい好きです。これ見える？もう私夏が楽しみすぎて、もう誰よりも、ね、夏を楽しみたいって気持ちがあるので、常に浮き輪を所持しております。すごく浮き輪です。これはいつでも持ってこいよっていう気持ちで過ごしてます。これめっちゃね便利なんです。便利ではないんですけど、あ、やばい、こうちょっとって感じですね。でバーベキューに行った時も一番はしゃいでたって言われてたんですけど、全然自分ではそのつもりはなかったんですけど、沼から出てきたりとかと思います。感じですね。あ、そうなんですよ。個人情報、個人情報どんどん言っていこう。高校3年生の17歳なんで高校に行ってます。なのでもうすぐもう夏休みが終わっちゃうんですよ。だから夏休みが終わると、え、夏休みから解放される、んどういうことみたいな感じで、ちょっと辛くはないんですけど、ん、夏休みっていう気持ちで今生きてます。高校生です。一応今どう見ても高校生みたいな顔してるんですけど、感じです。そうなんですね。夏休みからの卒業、そうです、夏休みからね、やばい、高校最後の夏休み、やばいね、何したかしらって感じなんですけど、すごく良かったんじゃないかでしょうか。で、派手なものがすごい好きで、ズボン見ると分かる、なんかタイパンツって言うんですけど、海外旅行が結構好きで、海外旅行によく行きます。今は全然行けてないけど、1歳の誕生日とかタイで過ごしてたりとかしてます。何年前の話だよって感じなんですけど、旅行が趣味です。課題終わってそう、終わってますね。でもなんか夏休み明けってテストあるじゃん、だからなんかテスト勉強をしないといけないわけじゃん、だからなんか勉強に終わりはないんだなって常に感じています。そうなんですかね、楽しく過ごしております。あと去年が21時から家事がアットジャムのなんか番組に出るらしいので、それに被んないように21時までに配信は終わる予定です。こんにちは、ありがとうございます。勉強に終わりはない名言、人生は常に勉強ですね。そうですね、実は渋谷でちいこちゃん見つけたことあります。ピンクで目立ってたので気づいちゃいました。あ、全然見つけてもらって大丈夫です。私全然気にしてないんで全然気にしてないんで、いくらでも見つけてって感じですね。優秀な子も優秀な子で大変なのね。大変ではないですね、しかも優秀じゃないんで。行ってまーす、バッチシバッチシ生きてます。夏休み明けテストの目標点数は、でもさすがになんか全然勉強できなかったんで無理かなって思ってます。なんかさすがに無理だと思う今回は。なんかもう夏休みってか、もう私夏が苦手なんですね。9月3日生まれなんですけど、9月3日、もうね再来週誕生日なんですよ私。来週、そう再来週誕生日なんですよ。優秀な上に謙虚とか最高じゃん。そうなんだよ、まあ可愛い、しかも可愛いからどうしちゃうのって感じだよね。おめでとうございます。 ありがとうございます。
リリーベ見てチコちゃんスタイルいいなって思いました。もともといいんですよ。ちなみに言うと3年間ぐらい身長変わってないんで3年前ぐらいからスタイルいいですね。え、マジで4年ぐらい多分身長変わってないから、もう4年前からスタイルは良かったはずなんですけど、最近はそんな感じです。仕事が山積みで終わらないので BGM にさせていただきます。お願いします。元気が出る感じの BGM にします。ドラえもんと同じ誕生日。あ、そうなの、ドラえもんと同じなんですよ。そうなの、よくね友達に言われました。え、ドラえもんと一緒。そうなんですよ、みんなありがとう。ショールーム久しぶりすぎてログアウトしちゃってやっと戻ってるさ。ショールーム久しぶりすぎって私が久しぶりだったんだよね。やばいね。え、なんかコメントってこんな流れてきたっけって今私ちょっと今驚きを。あの常にあのアプガニキまだちょっとハードル高いかもしれないんですけど、パニコンってアプリがあって、パニコンのアプリで私結構生息してる、生息地パニコンなんですけど、申し訳ないんですけど、パニコンはちょっとでちょっと生きてるみたいなとこあるんでごめんなさい。佐藤さんがスターくれた、ありがとう。私スターだから生まれながらね。え、そう、みやっちちゃんが線香花火ありがとうございます。線香花火ありがとうございます。生息地ファニコンそうなの、ファニコンの主として頑張ってるんですけど、そうなんですよ、最近はそんな感じですね。ファニコンは美味しいご飯たくさんですもん。え、ありがとう。まあでもインスタグラムかな、基本生きてますね。ツイッターランドにはあんまりいらっしゃらないですね。私いるけどね、ツイッターも好きなんですけど、インスタとパニコンに行きます。あとは何かな、自己紹介。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、来てくれて。ね、パニコンはもうパニコンでもミキンのみんなはね毎日ねパニコンでも生配信してるんですよ。そうそうそう、花瀬さんがキラキラくれた、ありがとうって感じかしら。で、なんか明日から毎日 TikTok ライブもやるらしいんですよ。そうなの、明日からなんか毎日 TikTok ライブもやるらしいから、みんな来て、 TikTok もよかったんでね、見に来てほしい。なんか1万人突破したんで、なんかその記念じゃないけどあります。いつもと画角が違うような、え、なんかねショールーム久しぶりやったらなんか画角が違くなってました。ちこちゃん朝早くにツイッターに、あ、朝のなんか前まで5時ぐらいにツイッターにいましたね。私朝の5時にツイッターいるんで、みんなお願いします。学生さんに響くネタをね、 TikTok 夕方でしたっけ。あ、夕方なんか16時ぐらい、でもちょっと時間変更しちゃうかもみたいな感じなんですけど、いや、みんなで配信するのかな。あ、なんか担当のメンバーが一応なんか決まってるっぽいですね、多分。ちょっとまだその辺決まってんっぽいけど、あ、待って、なんかでもさっきお知らせ出てたよね、後でもう一回読みたいと思います。楽しく生きてます。そう、カジがアットジャムザワールドに出るんだ。ザワールド、あ、ジョジョが好きです。ジョジョが好きです。ジョジョはストーンオーシャンまで見ました。見ましたって、ストーンシャンは漫画でしか読んでないんですけど、アニメ全部出たらアニメ見ようかなって思ってます。ご新規さんゲットのチャンスですね。やだ、狙ってこうかしらって感じ。 TikTok アーカイブなさそうだから頑張ってみる。そうそう、 TikTok ってアーカイブないんですよね。ファニコンの TikTok 版かかな。佐藤さんハートくれてありがとう。佐藤さん好き、佐藤さん好き、佐藤さんのこと大好き、ありがとうございます。佐々木ほのかさんもね、基本ファニコンでしか配信しないですね。遊びに来たよ、え、ありがとう、ありがとうございます。生配信から動画バズらせていきましょうね。動画バズるネタやりたい。私はお金持ちの孫、なんかね、お金持ちの息子っていうのがすごいバズってたんですよ。私も対抗してやろうかな。私はお金持ちの孫、今日はおじいちゃんに連れられてなんとかなんとかに来たよ、すごい偉い人がたくさんいてドキドキしちゃったみたいな感じですかね。メンバーによって生息地が違うちょっとね、そうなんですよ、対抗していこうちょっと対抗してくるしかない。まあ、TikTok のちょっとまずどうやったらバズるのだ
講習会、なんか最近さ、なんか SNS の講習会めっちゃない？なんか SNS 講座みたいな、まあ、ああいうね、ネタに聞こえないですね、そう、株の話ですか。ちなみにおじいちゃんと一番あの盛り上がる話は株の話ですね。株やってます、あ、株やってます、株やってます。最近まで言ってなかったんですけど、結構2年ぐらい前からやってるんですけど、誰にも言わずに始めてました気になります。インフルエンサーなり方みたいなありますね。いや、あるよね。なんか最近そういう講座も結構あります。家事はショールームで調整速地、でも家事ツイッターにも割といますね。そうそうって感じかな。いや、私はね、愉快な仲間たち結構多くて、今ね、家族3人で住んでて、お姉ちゃんが東京にいるんですけど、そうそう、お姉ちゃんが東京に住んでて、4個上のお姉ちゃんがいます。めっちゃ仲良しで、今日パフェ行ったんですよ。パフェ、なんかすごい美味しいフルーツのパフェ食べて、まあ、東京はもう常に観光してる気分になってるんですけど、美味しかったです。とってもバッチリ。株も勉強になりますねそうですか。私でもそんな詳しくないからねって感じかしら。いいな、そうなんですよ。合鍵持ってるんですね。あ、持ってますね。お姉ちゃんとはめっちゃ仲良しです。家族構成はお父さん、お母さん、お姉ちゃん、ちいこの4人、あとワンちゃんがいて、中川レイヤーオガナちゃんっていうワンちゃんがいます。さっきレイヤーちゃんに久しぶりに会ったら、なんか、まあ寝てるから起こさないでくれるって犬語で言われました犬語で言われました。何パフェですか。桃でしたね。桃、後でパニコンに写真載せますなんかしら、そんなんかしら。姉ちゃんと仲良しです。犬語理解できるんですか。え、犬語理解できますね。相変わらずレイちゃんと気まずいんですよ。そう、なんか基本あんま家にいないんで、飼い犬とあんま仲いいんですけど、そんな仲良くないっていう、結構悩みですね。赤忍者ちゃんがハート、ありがとう。赤忍者ちゃん好き、赤忍者ちゃん好き、赤忍者ちゃんのことが大好き、ありがとうございます。かわいいねって感じですね。中さん本当にわかるんでしょうね。わかりますね、わかります、わかります。ああ、はいはいっていうそうです。メンバーとは5個離れてるメンバーもいますね。何個、8個ぐらい離れてるのか。8個ぐらい離れてました。7個か、7個6個ぐらいは常に離れてます。変な感じ。桃売ってました、旬かな。あ、今桃の季節なんでね、どこのパフェも桃かなって思いますね。メンバーの中で一番可愛いのは私です。よろしくお願いします。最近カジがね、私が一番可愛いって言うんですけど、私が一番可愛いね、やってきたと思います。娘のライブを東京まで見に来る家族ってちいこちゃん以外にもいるんですか。え、わかんない、わかんないですね、わかんないみやちちゃんが可愛い、ありがとうございます。常に可愛いです。すごい親バカですね、うちの家族は。めっちゃ親バカ、まあ、親バカっていうのは世の中いっぱいいるらしいですけど、もううちの家族はもう尋常じゃないぐらい親バカです。家事は一番あざといです、確かに。佐藤さんがなんか、え、一番みたいなくれた、ありがとう、優勝、イエーイ。あ、手ちっちゃい、手めっちゃちっちゃい、手ちっちゃいです、ね、わかんないよね、この手の小ささ、配信だと。わかる、わかんない、何と比べたらいいんだろう。くじ、くじ、手がちっちゃい、手がちっちゃい、わかんないんですけど、見てもらえたらなと思います。ニクルキは家族総出で来てましたね。あ、そうなんですね。うちも結構来ますね、
ちゅうちゅう来てますよ。お姉ちゃん今回帰省してたんでリリーベ来てくれなかったんですけど、いつもねリリーベ来てくれるんですよ。都内でリリーベやると来てくれて、ツーショット撮りに来てくれます。ふと手ちっちゃって思う時あります、ダンス中とか。わかんない、なかなかのスモールハンドなんだけど伝わらないかしら。まあ見てください、ちっちゃい手かわいい。ありがとう、ありがとうございます。行動力すごい、親ばっかですね。そうなんですよね、めっちゃかわいいです、好きです。ジークイートさんが欲しい、ありがとうございます。すごい、なんか夜空に輝いてる感じの、いやいいな。今度チェキ取るとき手の大きさ比べたいです。やりたいやりたい。極真の拳、そうなんです、極真空手、極真空手やってました。でキックボクシングも最近はやってます。格闘技結構好きで見るの、プロレスとかめっちゃ好きですね。ドラえもんの道具みたいです。顔もちっちゃい、ありがとう、顔もちっちゃい比較が難しい説褒められてるテレビのリモコンとか筆箱とか iPad にします。 iPad のここよりちっちゃいです、わかんないよねこうか、 iPad よりちっちゃいです、 iPad よりちっちゃいです iPad ちょっと書くないから別に。まさかキックまで、キックやってます、キックやってます。キックを今年から始めました。ちょっと iPad 買ってきますiPad よりちっちゃいですわかりづらい。あと足もめっちゃちっちゃい、足はさすがに見せれないんですけど、足めっちゃちっちゃくて、お姉ちゃんになんか、なんかよくその足の小ささでそなんか体をなんか支えられるねみたいな言われて、定規ないな、定規探してこよう。定規ある、絶対ある。あとウエストも結構そうです。ポジマ、これはあのニュージーランドの交換留学生にもらいました、お気に入り。14センチ、ちっちゃいのかな、わかんない、14センチ、どこから手なのかな。14センチぐらいしかないですね、ちっちゃ、ちっちゃい足はね 22.5 です2.5 がぴったしなの、ちょうどいいんだよね。さあ23センチ履くとなんかちょっとあんな中敷き入れないとダメだなーって感じ。ペットボトルとかありませんか。ペットボトルちょっとないんですよね、 SDGs なんでもう最近のもう口癖が、SDGs なんでしか言わないです、口癖。あと全然大丈夫と気をつけてねをすごい言います。手が小さい中も嬉しいです。ちっちゃい、顔もね割とちっちゃいんですけど、顔はそんなにちょっと測れないですね。顔ねあまり、顔ちょっと大きかったですねiPhone だと分かりますね。じゃあ iPhone 大きいのしかないんですよ。口癖良きやん、口癖いいでしょ、かわー、かわいいです。カラコンとかもかわいいですあとはね髪の毛が地味に、配信で見ると結構髪長いじゃん。でもなんか最近ポニーテールしてるんですけど、ずっと結構ね髪型頻繁に変わるタイプなんだけど、こうやって結構さ、その配信で見ると髪長いじゃん。でもね髪の毛ね途中でね、そんなかちょっとレイヤーカットみたいにしてるんで、ポニーテールにすると髪短いってなる現象が起きてます。両思いの印とか見てると手ちっちゃいなって思いますそういえば14日の夜公演、靴脱いでこれは、あとラジオやってるんですよ金曜日。なんかもう私のことが本知りたいっていうか気になるなーっていう方、てかもう私のことが気にならなくてもニキのこと好きな方は、なんか毎週金曜日の19時からそう19時からラジオやってるんですけど、ラジオね聞いてくれたらなって思います。さっきなら前髪がないです、前髪伸ばしてしばらくはこの現象で生きていきたい気持ち、いらっしゃい、そうやってまーす。ラジオ聞いてほしいな。
ラジオは何だろう、なんか2期の活動報告してる時もあるし、基本2期のね活動報告してるんだけど、ちょっとあんまり中川さん気にならない人ここにいると思いますなんか本当に何て言えばいいんだろう、なんか2期の活動のことをちょっとショールームじゃ言えない、まあ、公の場で言えないことなんて言っちゃダメなんだけど、なんかあんまショールームとかで言ってないことをラジオで言ってるつもりだけど、聞いてくださいって感じ。ちいこちゃんの答えが気になります、ありがとうございます、聞いてくれたら嬉しいです。ちょっとそれちいこちゃんいて大丈夫なんていうところまでちょっと踏み込んでるんで、聞いてくれたらなって思いますそれは気になって聞いちゃうよね。あ、そうだからあのね、そうラジオはで、あとラジオのメールの宛先も後であのツイッターに貼っときますね。みんなでメール送ってほしい。バーベキューをいち早く報告してくれるラジオ、汗汗。そうなんですよ、なんかこの間そのライブの MC でさ、ラジオの方がリスナー多そうだけどいや本当だよね、なんかラジオのリスナーさ結構多くて、そうなの、まあ、結構あの地元のラジオなんですけどそうそうそう、なんか結構地元のラジオで、その東京からだと一応インターネット放送っていうのがあるんで、そこから聞いてもらえたらなって感じです。静岡のローカルのラジオ番組なんで聞いてほしい。そうバーベキューのことをなんかまだなんか TIFF が終わってから話そうねって言ってたんですよ、みんなで。終わってからね、なんか出そうね、言わないとか言ったんですけども、私がね、いち早くラジオで言ってしまうよねっていう感じでした。って感じで、2期のことをね、いち早く言ってしまう場合もあるので、みんな聞いてください。かわいい。え、ありがとう。え、そうなんですよ。思いっきり寄付中だって、ね、そうなんですよ。もう私、もう全然言っちゃうよねっていう感じで。全国どこでも気もそうです。いち早く情報をねお伝えしようって気持ちでやってますので、さすがネタバレしちゃうちゆこちゃんで、その後ネタバレした後に、あやばいネタバレしてしまったわと思って、ちょっとみんなまだちょっと言わないでくださいって言いましたちょいラジオで言わないでくれって話なんですけど、言うよね。しんいちさんが欲しい、ありがとうございます。そうそうそう、最近あのネタバレ王って2期の活動のことをね、なんかね、全然ネタバレする気持ちはないんですけど、ネタバレしてるつもりは全然ないんですけど、勝手に口が滑ってしまうっていうの常にやってますね。もうこれ以上は何も言えないっていう感じでやっていきたいと思いますでもね、早く言いたくてしょうがないよね、みんなに。そうそう、言いたくてしょうがないから、何にしたんだとかにすぐ言っちゃうタイプですね。口から勝手に出ちゃうのしょうがない。そうだよ、もうしょうがない、もうすごいのしょうがない。短くなったんですか、限界攻めとか。まあでもあんまり本当に言っちゃいけないことも言ってないんで大丈夫かなって思います。ネタバレありがたいよねなんか世の中のネタバレが少なすぎるから、そうですね、言っていいことどんどん言っちゃおうって感じですね。最近はそんな感じです。ラジオやってるのすごいですね。そう、毎週やってるんですよ、レギュラーです。一応なんかね、カジちゃんとかにね、他のメンバーちゃんにが、ね、すごいラジオのレギュラーが欲しいってみんな言ってたんですけど、ちょっと静岡でやってますってことで聞いてください。あゆさんが祭りだ、 ありがとうございます。それは世の中悪いそう、でもニキラジっていうその2期のラジオ番組も先にできたので、あのラジコ、あ、違う、ラジオトークだ、ラジオトークで聞けるので、みんなもそれ聞いてくれたらなって思います。ネタバレすぎて社長に怒られないんですか。いや全然大丈夫ですねめっちゃ祭りでありがとうございます。ドラヘビさんもありがとうございます。そんな感じですね。ピンク色がすごい好きで、ラジオ聴いてる人の特典ですね。そうなんです、特典ですね。聞いてください、よかったら確かにニキラジ以外にもラジオ番組欲しいですね。そうですよね、欲しいですね。ラジオ大好きだけど、お話しするの結構好きなんですよ、こう見えてというか見た目通り。お話が大好きで、おしゃべりマンなんですよ。あのね、ペラペラ喋っちゃうから。最近のことだと、あ、私おじいちゃんがいるんですけど、すごいそのおじいちゃん、すごい仲良しで、そういつもね、なんかこの間もね、
会って、週間前、1週間経ってないかな、おじいちゃんに会って、イエーイ元気みたいな感じで、おじいちゃん元気みたいな話したんですけど、そのおじいちゃん誕生日が9月3日にあるってさっきちょっと言ったんですけど、家族も結構9月生まれの子が多く、9月生まれが多くて、9月9日がお父さんで、13日がおじさんで、14日がお姉ちゃんで、15日がおじいちゃんの誕生日なんですよ。そうそうそう、そうなんですよね。おじいちゃんまだ国内にいるんですか。あ、そうなんですよ。なんかおじいちゃん海外に結構行きがちで、もう今度もなんか28日ぐらいからまたなんか26か28ぐらいにまたタイとネパールかな、なんか行くらしくて、連覇したいな9月の10日ぐらいまでなんか行くらしいんですよ。で、お父さんがね9月9日生まれだから、あ、息子の誕生日にはね日本にいないんだと思って、あ、おじいちゃんすれば誕生日いつだっけってなって、あ、俺の誕生日は9月15だよって言ってて、あ、自分の誕生日に合わせて日本に帰ってくるんだねっていう新事実がこの間判明しました。あ、ちゃんと、あ、自分の誕生日結構祝われたいというか、祝ってほしいんだなっていうのがそう伝わってきたので祝ってあげようと思います。あ、ね、で私がね誕生日の日にね、9月3日が誕生日なんですけど、そうだから孫の誕生日にも日本にいないんですよ。私がお兄ちゃんお誕生日だからなんか買ってよじゃないけど、お兄ちゃん私誕生日なんだけどってすごいアピールをしてたんですけど、なんかいや俺はその時もネパールにいるから、うん、俺はもうねもう日本にいないからその時はって言われて、え、こんな可愛い孫がいるのにあなたはネパールに行くのっていう事実がね最近判明してしまいました。こんなにね可愛い孫がねいるのに、お姉ちゃんもいるのに、こんなに可愛い孫がね9月誕生日おじいちゃん誕生日なんだよ私って言ってるのに、あ、俺はもうねネパールに行くから無視されて、しかもおじいちゃん家のお家で生誕生配信をしようかなって考えてるんだよねって言ってるのに、にもかかわらずもう俺はねその時もネパール行ってるからね、うん、頑張ったわみたいな言われてしまうっていう事件がこの間起きてしまったんですよ。なんでねみんな私の誕生日を盛大に祝ってくださいネパールのタンプレ CD に行っとる、あーそれが、ね、まさかの不在だった。そうなんですよ、おじいちゃんそういう口調なんですかでも自分のことの僕ねっていう僕っていう、あ、おじいちゃん結構あのお坊ちゃんなんですよ、おじいちゃんが一番お坊ちゃんなんですよ、おじいちゃん、でもおじいちゃん元気なのが一番、もう81ぐらいなんですけど、中川さんね、中川さんちょっと面白いで、うん、地元で有名なんですごい面白い方だね。でおじいちゃんいろんな逸話がありますけど、まあ、お家がね結構広いお家に住んでて、門があるね、白い門、その白い門があってね、そのタクシーってなんか酔っ払って帰ってきたんだって、でさ中川さん81歳そうそうそう、ぬくらちゃん80歳やね、タクシーで自分家のお家に帰ってきて、タクシーの運転手に、あ、ここ俺の家だから止めてくれって言ったら、いや、あんたみたいなおじさんがこんな家に住んでるはずがないって言われて、すごい口論になってしまい、家にいるおばあちゃんにまで聞こえて、あなた何やってるのよって言われるっていう事実って口論になってしまうっていう事件がねありましたね。そんな感じでね、ちょっと事件が多いんですね。事件ではないんだけど、タクシーの運転手にこんな酔っ払ってるおじいちゃんがこんな家に住んでるはずがないって言われてしまう。本当にかわいそうだよね。まあまあ酔っ払ってる人が悪いんですけどね。まずそれぐらいにちょっと面白い。どんな格好で酔っ払ってたんですか。え、ちゃんと毎日シャツ着てるから、ね。ちなみに毎日シャツ着てデパートマンだったんで。毎日シャツ着てもうちゃんとした長ズボン入って、すごいね格好がねすごいいい格好してるんですけど、まあいかんせんね酔っ払ってる。
普段ボロ着て身分隠そう。いや、ボロ着てないです、ボロ着てないです、毎日シャツ着てます。そのまま、まあ、酔っ払ってたんでしょうね、普通に。って感じです。見た目はね、まあ、ちゃんとしてますけど、毎日シャツ着てます。運転手さん見る目なかったんですかね。どうかな。まあ人ってね、見かけによらないですからね。そう、人は見かけによりませんから。見かけによりませんからね。ダメ、見た目だけで判断しちゃダメよ、本当に。ダメよ、私もね、常にこういう格好で歩いてますけど、静岡組ですから。いつもね、なんかね、どこ住んの、どこ、ね、どんな感じみたいな、なって、いや、こう見えて静岡住なんだって。酔っ払い方が問題だと。でも寝ちゃってただろうね、多分。寝てたんじゃない、多分、タクシーの中で。あるあるですね。で、おじいちゃんは、もう結構、認知症気味というか、私、認知症、ちょっと、はい、最近ね、ちょっと入ってきちゃって、ちょっとボケてきちゃった。もう本人はボケてるつもりは全然ないんですけど。だからみんながね、家族みんなが、まあ、最近ちょっとね、ボケてきちゃったね、みたいな話しててね。で、なんか、この間ネパールにおじいちゃん友達がいるんですけど、そんなこと、友達に、まあ、会いに行ったんですよ。で、なんか、ジューンとジュライを間違えてしまって、月に。7月さ、違う、6月と7月か、もう間違えてしまって、すごいなんか、1ヶ月予定を間違えてしまうみたいな事件も結構あって、で、お父さんもそれに同行してたんですけど、俺なんで来たんっていう俺なんで来たんっていう気持ちになってしまう。結構あるあるですね。結構あるあるですね。ジューンとジュライ事件ジューンとジュライ事件みんなちゃんと覚えとこうっていう。あるあるで片付けられるのがすごい。いや、あるあるなんだよね。なんかそういうミスがなんかありすぎて、家族みんなもまたおじいちゃんだなみたいな感じで終わる。誰もガチで切れないっていう。いや、わかんない、おばあちゃんはちょっと切れてたかもしれないけど、基本誰も切れないっていう。あ、そうだったんだ、大変だったね。大変だったね、なんか本当にみたいな。今回の旅は散々だったねみたいで終わります。結構するね。なんか昔なんかフィンランドかな、グリーンランドかな、でなんか1ヶ月ぐらい、半年ぐらいなんか住んでたらしくて、でも基本なんでもいい。で、おばあちゃんもドイツに住んでたんですよ。で、なんかうち家にね、絵がいっぱいあって、この部屋はねちょっと絵ないんですけど、2階はね絵ないんだよね。1階はめちゃくちゃいっぱいあるんだけど、そうそうそうですね。おばあちゃん、ね、おばあちゃんはドイツ行ってました。私も行きたい感じですね。うどん出るなー。ですか、背中だけセレブだから心の余裕がすごい。なんか最近クオリティオブライフって言葉が流行ってるじゃん。 QOL 上げてこうみたいな、 QOL 爆上がりみたいな、結構記事で見る人多いと思うんですけど、 QOL、 なんか生活の質とかそういう意味がねあるんですけど、で、私とお姉ちゃんがお父さんとご飯一緒に食べに行った時にランチ食べに行ったんです。3人で食べに行って、なんだか姉ちゃんが、あ、もうすごい QOL 上がったわみたいな。で、私もマジクオリティオブライフみたいなこと言ってて、もう本当にクオリティオブライフ、 QOL 爆上がりみたいなこと言ってたら、お父さんが、いい、食事ごときじゃ生活の質は上がらんよって言われて、え、うちらの今までの QOL 何だったんっていう。で、あの、その食事だけじゃ QOL 上がりませんよっていうのね言われてしまって、もっと生活全体を変えないと QOL 上がらないよって言われてしまって、最近雑誌とかですごい言われてるけど、すごいなんか根本的に覆された気持ちみたいななってしまったんですよ。で、そのランチ行った時に、これもなんか面白いエピソードなんだけど、なんかお姉ちゃんと私4個年離れてて、顔の形状がちょっと違うんですね、私とお姉ちゃん。で、私とお父さんもあんま似てないのよ、本当のお父さんだよ。で、お姉ちゃんめっちゃ身長高いんですよ。170センチぐらいあって、もう就職先も決まってる普通のお姉ちゃんなんですけど、で、お父さんがちょっと見た目年齢不詳じゃないけど、ちょっと年齢不詳系のお父さんなの。
ちょっと特殊な見た目してるんだけど、そうで、そのお父さんと3人で食事行って、なんかお会計することになったんですよ。で、お父さんがなんかあの、なんかまあお父さんだからね、もう払ってくれるんですよ。お父さん、あ、パパいつもありがとうみたいな、パパいつもありがとうみたいな、パパって基本呼んでるんですけど、パパありがとうって言うと、ね、最近ちょっと違う意味のパパが多いじゃん。だからなんか、私お姉ちゃんとも身長も全然違うし、顔もなんかあんまり似てないから、なんか本当になんかえ、そういうパパなみたいになっちゃって、でお店の店員さんに、え、お会計別々にしますか、お会計分けますかみたいな言われてなんか、いや、うちら家族なんでっていう、あ、でお父さんが、あ、娘です本当のみたいになってなんかお姉ちゃんが、あ、ここ、あ、姉妹ですみたいなお店の人になんか、お会計分けますかみたいな言われて、あ、家族なんでっていうえ、うちら何だと思われてたんっていう事件がありました。本当に、え、ちょっと待って、本当に無理なんかでも面白すぎて、それが自分たちだけで、お姉ちゃんはただの大学生で、特にバイトとかも何もしないのに、お小遣いがあんまないのよ。だから、え、ちょっと会計分けられると困るなみたいな感じで、え、お会計一緒で大丈夫ですってなってそうなんですよ。そこで分けられたら最高だったねそんなのそうなんだよね。え、逆にどこで分けようと思ったんっていうえ、うちなんかお姉ちゃんとお父さん、なんかお姉ちゃんが愛人だと思われたんか説があってお姉ちゃんがお父さんの愛人で、そのなんか連れ子みたいな感じだったのか、それとも私がお父さんと付き合ってる感じみたいなすごい難しい状況でなんか、え、全然、あ、本当のファミリーです、ファミリーですっていうで、お父さんも、あ、僕46ですみたいなえ、若いですね、なんかすごい若く見えましたみたいな、店員さんもちょっと焦っちゃうんですよね。なんかこっちがなんか申し訳なくなっちゃって、なんかそう、ちょっと年齢不詳すぎて、なんかこっちがなんか申し訳なくなるっていうちょっとありました。お父さんが、あ、もう俺46なんだよみたいな、いやいやいや、店員さんも、あ、え、すごい、なんかお若く見えますねみたいな、ってあ、ほんと娘です、もう22ですみたいな、あ、17ですみたいなっていうことがね、ありました。この間のちょっと面白いエピソード、なんか面白い人には面白い人が集まるんですね、まあ、ルイともということで、これからも面白いことあったらまた話しそうと思いますってことで、自己紹介になったか分かんないけど、最後にランキングを読んで終わると思います。もうちょっと時間がね来てしまったので、第3位、しんいちちゃん、ありがとう。しんいちちゃんのことがキュンです。ありがとうございます、見てくれて、ハートもありがとう。みやっちちゃん、第2位、みやっちちゃん、ありがとうございます。みやっちちゃんのことがビッグラブだよ、ありがとうございます。みやっちちゃん、楽しくね、笑いながら生きていきましょう。第1位が佐藤さんです、ありがとうございます。佐藤さん好き、佐藤さんのこと大好き、ありがとうございます。また配信します。面白すぎる自己紹介だったやっぱ年齢不詳ってさ、その相手側にその迷惑かけるってことがすごい改めて分かりました、ね、ちょっと気をつけていこう。なんか名札掲げといた時も、かっこ17みたいな、かっこ46みたいな、かけといた方がいいですよね、本当に。ということで、え、パパ同い年そこの真実ということで終わろうと思います。あゆうくんお疲れ、ありがとう。あゆさん、お祭りのありがとうございます。ということで、また配信しようと思います。またね、配信ありがとう、ありがとう、またね。あ、間違えてた、こっちだった、今終了するやり方も分かんなくなっちゃったまたね。